えー、皆様おはようございます。6月じゃねえや、11月の16日月曜日のただいまの時間は朝6時25分ぐらいです。えー、まだ全然ね、夜明け、まあ、明るくはなってるんですけど、太陽も昇りきっていない、ね、空の明るさで、えー、つい1ヶ月、2ヶ月前に比べたら全然違いますよね。えー 皆様お目覚めはいかかがでしょうか僕はね昨日2時過ぎ3時前ぐらいに多分寝てると思うんですよね2時半ぐらいまでになんか起きてる記憶があってでそっからあのなんかここの病院に入院して初めてこうガッツリ寝たなって感じなんですよで6時過ぎにあの看護師さんに起こされてですねす、えー、敵な目覚めでした 素敵な目覚めというのはあの、まあ、名前を、ね、呼ばれてで起きたんですけどそれから素敵なあなモーニング採決が待っておりましたでまああの多分これが最後の採決になるのかなと思いますで結果で、えー、おそらくもうね、まあ、今日の退院はおそらくないと思うので まあ、下にね、早ければっていうか、多分退院になるとは思うんですが、また退院が決まったら、その旨、あの、またお知らせはしたいなと思ってますが、あの、非常に朝から、こう、目覚めのいい、こうね、モーニング採決とともに今日は、え、一日が始まりました。あまりね、本当はね、こんなことがいつもいつもあったら嫌なんですけどね <laughs>。なんかこう、 目覚めて採血っていうのもなかなか普段の暮らしにはないと思うので、まあ面白いなと思いました。ただそれだけです。では、あの、皆様にとって今日も一日な、あの素敵な一日になることを心よりお祈りしております。ということで、えー、今日も一日いってらっしゃい。ありがとうございます。